一度別の道がないかどうか引き返して探してみるのも手だと思うな。いや、それは反対だ。むやみに歩けばますます方角が分からなくなる可能性が高い。でもこのまま歩いていって遊園地に着けなかったら。いや、こっちで合ってるはずだ。なんで分かるんだよ。勘だ。言い切れるってすげえよ。逆にこうして無駄話をしている方がますます疲れることになる。歩くペースは少し落としつつ、とにかくこのまま進むぞ。へいへい、わかりましたよっと。修二さん、なんだか苛立ってるみたいだから、あんまり余計なこと言うなよ。だな。まだ遊園地なんて全然見えてこねえじゃんかよ。面白いものとかないかな。ねえ、ちょっと。さすがにそろそろ限界来てるかも。サキさん、顔色が悪い。サキ、私に捕まって。さすがに休憩した方がいいんじゃないかしら。うむ、この先もまだ長いかもしれないことを思うと、適度な休息は必要不可欠かもしれん。つっても先頭を切ってるあの二人がな。いいから黙って歩け。修二さん、そんな言い方しなくても。そうっすよ、みんなもう疲れがピークなんだし。休むのは遊園地に着いてからと思っていたが。僕、少しこの辺を見て回ってもいいですか？僕も僕も。こんな時にか？でも危険なものがないかとかちょっと調べておきたいし、その間はみんなが休めるかななんて。へえ、それって私たちのため？やるじゃん、タクマ。タクマはいつだってやるんだぞ。てえ、なんでアグモンがえばってんだよ。はあ、わかった。それじゃあ少し休憩にしよう。幸いこの辺りには例の霧は出てないようだしな。うん、あ
れの怖い感じはしないよ。カイトも文句はないな。ねえよ。やっと休める。サキ大丈夫？みゆきちゃんとハルくんもこっちで一緒に休憩しましょう。うん。起こしちゃったかしら。いや、目を閉じたまま歩いてるな。よっぽど疲れさせちまったみてえだな。幼い二人にはさすがに過酷すぎる道のりだっただろうか。かもな。でも置いてくわけにはいかなかったし。過酷といえばあっちもみたいだけど。ロップモンのこと？シュージ、ごめんね。僕、また足を引っ張って。いいから黙って休んでろ。次は遊園地まで休みなしだからな。Thank you.
おい、そろそろ行くぞ。え、もう？ついさっきここに着いたばっかりじゃない？もう十分休憩したろ。遊園地まではまだ距離があるみてえだし、ここでちんたらしてる場合じゃねえんだ。カイトの言う通りだぜ。こんなペースじゃあっという間に夜になっちまう。ロップも足痛いの治った？うん、僕もちゃんと歩くよ。シュージ、今度は足引っ張らないように僕もちゃんとするね。当たり前のことをいちいち言うな。どうしてシュージはいつも言葉がチクチクしてるんだろう。心に余裕がない証なのだろうが、ロップもあまり気にしすぎるなよ。うん、僕。シュージさん、みんな体力も戻ってきたみたいだし、カイトの言う通り、そろそろ出発しましょう。もたもたしてると、ミュウがどうなるかわかんねえんだからな。そんなこと言われずとも分かってる。みんな先へ進むぞ。道が見えてきたぞ。はあ、長い道のりだった。なるほど、あの木々の向こうに見える建物が遊園地というものなのか。あんなに大きな建物、僕見たことない。あそこにミュウが。待ってろよミュウ。たくまたくま、僕が昨日見た大きな輪っかもあるよ。あれは観覧車って言うんだよ。なんだかカラフルな建物がいっぱいなのね。見てるだけで楽しくなっちゃうのが遊園地なのよね。君たちはしゃいでる場合じゃないだろう、こんな時に。すいません。チェ、ちょっとくらいいいと思ったんだけどな。ミノルくん、カイトくんの気持ちも考えてあげて。待ってろよミュウ、俺がすぐに見つけ出してやるからな。カイト、焦ってんだろうがちょっと落ち着いとけよ。視野が狭くなるといざって時危ねえからな。わかってるよ。ミノル、お前はカイトとは逆にもう少し集中すべきだな。まったく、ミノルよりもハルとミユキの方がよっぽどお利口さんね。お姉ちゃん、もうすぐ遊園地だよ。もう
すんの。面目ない。とにかくあともう少しで到着だな。中にどんな奴がいるかわからないし、慎重に行こう。あちこちガタは来ているようだけど、ボロボロの校舎と比べたら全然綺麗なものよね。ロープウェイを見た時も驚いたけれど、なんだか不思議な感じがするわね。なんだろう、ちょっと怖いわよね。え、どうしてどうして。遊園地って怖いところなの。いや、遊園地そのものが怖いわけじゃないんだよ。こうやって見るとちょっと不気味っていうかな。まあね、子供の笑い声もない無人の遊園地なんて、そりゃ怖いに決まってるよ。無理はしなくていいんだぞ。ここは俺が様子を。いや、俺が一番に入るね。それ。おい、ミノル。よかったな、チケット代は払わなくていいみたいな。まったく、慎重に行動すべきだというのに。なんだよ、これくらいどってことないだろ。それで、これからどうしたらいいかしら。あら、葵、目的はミユを探すことでしょ。ええ、それはもちろんそうだけど、この中のどこにいるかも見当がつかないから。なもん、片っ端から探すしかねえだろ。違いねえけど、ちっと効率が悪くねえか。とにかく、中は広そうだし、手分けして探そうか。いや、ばらけてはまた何があるかわからない。戦いになった時も戦力は分散させない方がいい。そうか、そうだね。とにかく全員一丸となって動こう。僕は誰が欠けても嫌だ。僕たちみんなで一緒に元の世界に帰るんだ。いいね。はーい、わかりました。で、いいんでしょ。ちっ、まどろっこしいけど、全員で固まっとかねえと危ないしな。修二さん、すっかり印刷の先生みたいね。よし、それじゃあ中に。こら、お前たち。え、うわ、侵入者め。ここから先へは通さないんだから。なんだ、新しい化け物の終わりには、なんていうか、ちっこいっていうか、かわいい。あ、葵、
言っちゃっただけで。で、何なんだてめえらは。邪魔するつもりなら容赦はしねえぞ。お前たちは悪者だな。女王様の命令で排除する。ここから出て行って。悪者とか女王様とか何の話？全然わかんないよ。しらばっくれてもダメだからな。待ってよ、僕たちは悪者なんかじゃないよ。だってお前たちは子供をさらう悪いモンスターって聞いてるよ。悪いモンスターをここに入れるわけにはいかないのよ。人さらいはすぐに出てけ。僕たちはそんなことしないよ。一体何がどうなって僕らが子供をさらうって話になってるんだ。俺たちはアルケニモンってやつにさらわれた子を探してここに来たんだ。ミュウっていうんだ。見なかったか。アルケニモン、あのドアクトーのことね。まさかここに来たのもアルケニモンの命令で。ついに正体を現したな。あんたたちはあいつの手下なのか。やっちまえ。いや、そうじゃなくて。ダメだ、話が噛み合わないぞ。そもそもそんなに大勢の人間の子供をさらって連れ歩いてるじゃないか、お前。さらってないよ。いや、俺さらわれてねえし、こいつらは俺たちの仲間だし。いかにも、彼らは決して怪しいものでも危害を加えるものでもない。本当？え、どういうこと？女王様から聞いた話と違うじゃない。どうする？どうしよう。しょうがないから、作戦会議する。なんか始まったみたいだけど、俺らとにかく話を聞いてくれないかな。うるさいうるさい、あんな小さい子供をさらってるくせに。そうだそうだ、あっちの二人なんて怯えて固まってるよ。え、僕たちのこと？あった？って、あれは怯えて固まってるんじゃなくて、あの二人のデフォルトなの。どうしたら僕たちが子供をさらってないって信じてくれるの？それを信じたら女王様が嘘つきってことになっちゃうじゃない。じゃあ嘘ついてんじゃねえの？聡明で無敵の魔法使いの女王様が嘘なんておっしゃるものか。あ、またお前、女王様に気に入られようと思って心にもないこと言って。だって気に入られないと石にされちゃうし。ああ、今のは内緒ね。石にされるって、もしかして脅されてるんじゃ。何それ。だとしたら女王様の方が悪者じゃん。石にされちゃうなんて怖い。待てよ、そいつ相手を石にするような力を持っているのか。そうよ、仲間の一人が石ころになったところを女王様のお力で元に戻したの。石にするも戻すも自由自在、奇跡の力の持ち主なの。ここにもそんな厄介な化け物がいるなんて。とにかくその女王様に会わせてくれ。嫌よ、お前たちに侵入されては私たちがどうなるか分かんないから。じゃあ俺たちが女王様を説得するなり、なんだったら倒してやるから、ここを通せ。それでいいだろう。え、そんな
しよう。いい機会かも。待ってよ、こいつらなんかに女王様がやられるものか。そうだそうだ、それに女王様は言っていた、大きな人間は悪者だって。こいつらは大きな人間だから悪者ってことね。異議なし。大きな人間、それってどういう意味だ。体の大きさのことじゃないわよね。大人のことを言ってるのかな。いや、僕らは大人とは言えないと思うが。ああ、もうますますわかんねえ。くそ、そんなことどうでもいいだろう。おい、いいから早く俺たちを通してくれ。ふん、とにかくここを通りたいなら力ずくできなさい。し、そういうことならもっと早くやっときゃよかったぜ。はあ、俺とカイトの得意技だからな。いや、でも冷静に話し合いましょう。そうよ、何でもかんでも戦えばいいってものじゃないわ。そんなこと言って騙そうとしてるでしょ。なんかこう獣同士でいい感じに話しつけてくれたりとかできないの。できればそうしたいものだが。たくま、どうしたらいいと思う。